カルムイク共和国はカスピ海の北西に位置するロシア連邦内の共和国である。首都はエリスタ。人口は約30万人。初代大統領を務めたイルムジーノフは世界トップクラスの大金持ちで有名。この共和国はヨーロッパ・ロシアの南西に位置する。北高ーカサスのすぐ北にあり、北西と北はボルゴグラード州、北と東は アストラハン州、南はダゲスタン共和国、南西はスタブロポリ地方、西はロストフ州と国境を接する。南東はカスピ海に面する。東部にはボルガ川が流れているほか、主な河川にはエゴリク川、クマ川、マヌイチ川がある。最大の湖はマヌイチグジロ湖で、この他にサルパ湖やザガンハグ湖が主要な湖として挙げられる。 しかし国内には全体としてあまり湖はない。カルムイクは石炭、石油、天然ガスといった天然資源を産出する。野生生物としてはサイガなどがいて、生息地はチョロニジェムリ自然保護区で保護されている。カルムイクは寒冷な朝湧気候で暑く乾燥した夏と少量の降雪がある。寒い冬がある。平均気温は1月で摂氏5度。 7月で摂氏24度である。降水は内陸側で多く、カスピ海側は砂漠で覆われている一方、内陸側は湿地などで覆われている。年間降水量は東部で1 7 0ー、mm、ズ西部で4 0 0、mm、ーズと幅がある。打ったという小さな町はロシア全体の中で最も暑い場所となっている。2010年7月12日。 ロシア全体を著しい熱波が襲った時、摂氏45.4度の史上最高気温が観測された。主に一直轄市と13地区からなる。主な産業には農業、食品加工、ガス産業などがある。2010年の人口は283,691人であった。2010年に実施された国勢調査の結果は、 オイラト族のカルムイク人57.4%、ロシア人30.2%、ダルギン人2.7%、カザフ人1.7%、メスヘティアトルコ人1.3%、チェチェン人1.2%、アバール人1.0%、その他0.5%カルムイク語及び、ロシア語を公用語とする。特に中央アジアのオイラト族のトルグート部にルーツを持つ。 カルムイク人によってチベット仏教が信奉されており、ヨーロッパ唯一の仏教国である。首都エリスタでは3本の主要道路が交差し、鉄道は国会まで通っている。この地域はモスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で、過時間はない。20102018年4月14日閲覧。キーサン・リアムスノーブ。 プレジデント・オブ・ヨーロッパ、S ・オン・ディ・ブッディスト・リパブリック、トークス・2トム・パーファット・ハット、日本に憧れる欧州唯一の仏教国、カルムイク。ジャブプレス、http://jbpress.ismedia.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ26032018年7月29日閲覧。ありがとうございます。